おはようございます、ボルテです。いやソルテじゃないか。はい、というわけでですね、今日はですね、来月私たちオーケストラ公演をするんですけども、まあ僕はね、一部で彼とセッションをするというわけで、せっかくだったらピアノ曲でセッションなのでね、音楽の奪い合いをしたいなと思っております。奪い合い。そうです、奪い合いか。だってこのね、今回弾く曲まあいわゆるね、ピアノの曲ですよ、うんうん、ですが彼はね、もう一番大事なメロディーをね、取りに来た楽器なのか。それはもうサックスはね、世界で一番かっこいい楽器ですからね、もうメロディー取らないと。まあそんなことをおっしゃってるね、彼とまあ奪い合いの戦いをするんですけども、うん、最初のメロディー、シーソー、俺も弾きたい。最初はグー、じゃんけん、ほい。うわ、負けた。もう上げます、メロディー上げます。もうこれはね、もう最初から最後までね、一人で弾くんで。最初から最後まで、途中ちょっとね、僕もらうんで、はい、ちょっとね、でも最後まで一人で。わかりました。ちょっとまあでもそれを奪いに行くセッションをね、見ていただけたらなと思います。もう僕はじゃんけんで負けたので最初のメロディーあげます。じゃあちょっと吹いてみてください。譲り合いですね。それ面白い。それ面白い。やめなさい、そんなこと言うな。じゃあちょっとね、あの進んでみて、じゃあちょっとね、あの今から譲り合い、助け合いをね、ちょっとしていきたいんですけども、まあほなとりあえずはアイコンタクトでやりましょう。オッケーオッケー。突然くれたら突然お互いやりましょう。突然渡すから。オッケー。ちょっとこれ本番どうなるか楽しみですね。楽しみ。いやでもね、これちょっと怖すぎる。怖すぎるけどね、まあ、これが戦いの音楽ですよ。よし。じゃあ、行きましょう。戦う曲が間違ってる。ショーパーに殺される。はい、というわけでね、結構いい感じじゃないですか。これで、ちょっとこのままちょっとあの頭を使って、譲り合い、助けをしながら最強のね、美しいピアノとサックスのノクターンをね、奏でていきたいなと思うので、ぜひとも来月皆様楽しみにしておいてください。篠哲太くん、お疲れ様でした。よろしくお願いします、本番。そうですね、このままちょっと煮詰めていって、来月最高の音楽をできるように頑張っていきたいなと思います。それでは、ここまで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます、ちょ。ありがとうございます、ちょ。というわけで、バイバイ。俺さ、来月ラクマニノフ弾くんよ。すごいよね。あれ結構しんどいんよ。だよね。うん、ちょっと最初練習手伝ってや。あ、俺に、うん、オーケストラやってほしい。一人オーケストラ。うん。彼はね、オケにはね、まあ、サックスないんでね、乗らないんですけどもね、一部で一緒にセッションするので、楽しみにしておいてください。さい。見てくれてありがとうね、良ければグッドも押してて、なんならチャンネル